皆さんこんにちは、サンシャインチャンネルのひとみです。今日は業務スーパーに行って韓国料理の定番でもあるチャプチェと、これはキムチチヂミを購入してきました。簡単に韓国料理が楽しめるものなので、今から作って食べてみたいと思います。韓国料理の定番料理チャプチェの方の作り方はすごく簡単な作り方を書いてありますけど、ボイル調理の場合と電子レンジ調理の場合がありますが、電子レンジの場合は中に穴を開けないといけないらしいので、今回はボイルでやってみたいと思います。はい、中身はこんな感じになっています。麺になってる、あ、春雨もね、これ多分そうですね。これをお湯の中に入れます。そして5分やったっけ、5分です。5分、これを温めます。それとチヂミの方は オーブントースターで焼いて食べたいと思います。今からオーブントースターの中に入れます。召し上がり方はオーブントースターかフライパン料理になってます。今回はオーブントースターで焼いてみます。美味しく出来上がりました。まずはチャプチェ、いただきます。食べてみます、こんな感じの春雨なのかこんにゃくなのか、春雨をね、春雨だけど太いし、もちもちしてますよ、春雨なのに。おいしい、ちょっと甘めの味付けって感じですね。若干なんかもちもちしてる。おいしいですね、味もしっかりしてます。ちょっとでもお湯でしてるから、ボイルしてるからか、ちょっとあっさりね。なんか韓国のはもうちょっと油がすごかった気がします。油がすごかったけど、こっちのチヂミはちょっと油っぽい感じがする、チヂミって言ってもこれキムチが入ってるチヂミ、もうこのまま食べていいですね。このまま食べていい。そういえばほら韓国、あ、辛い、あとでちょっと辛い、でも辛い、あの韓国でチヂミ食べたよな、あの豆の出たやつ。そう、日本でチヂミ食べた時にペランペランしてたからそんな感じを思ってたら、韓国のチヂミはすごくなんか熱くて、さすが直営、そう、あの油っぽい感じもする。辛いよ、辛くない、後からちょっときますね、ちょっとくるよね。酢醤油かなんかつけるのかなと思ったんですけど、これはなしでいける、味がしっかり、これだけでいける。韓国で食べた時なんか出てきたもんね、つけるの、醤油じゃない、酢醤油かな、酢醤油に玉ねぎが入ってる、玉ねぎが、あ、そうそう、生玉ねぎ、何するにやろうと思ってお店で買う、これもなんか玉ねぎが入ってる、やっぱそういう玉ねぎを入れるのが何なのかな。チャプチェ甘いよね、ちょっとこれ子供さん好きでしょ。子供さんにもいいし、お年寄りにもいいみたい、すごい弾力があって美味しい。今ちょっとデリケートな時期ですごく、あのお家にいなさいという自粛ムードが高いんですけど、業務スーパーに行ったらめっちゃ人が多かった。で、このチャプチェ、この簡単にボイルしてできるやつと、このキムチチヂミを買ってきてみました。ちょっとおやつにでもいい感じがするけど、ちょっと食べたい時にもね、これね、ですね、簡単に手軽に作れます。いかがでしたでしょうか。この動画がお役に立ちましたら、グッドボタンやチャンネル登録、コメントもお待ちしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。